16年続いてるんですよ。毎月やってるんですよね、課長代理なので。まだ半分も聞けないじゃないですか、ね、なんでしょうね。うちとも来てないもんね。あと3つバンド出るんだけど、誰も来てないね。まあいいや、まあ、そんな状態でございますけど。梅雨明け前の一番ジメジメした、一番ストレスのたまる、ね、なんでしょう、湿度の高い嫌な時期ですけど、もうすぐです、梅雨明けはね。一年中、人生私、一年中梅雨でございますけど、梅雨明け、どうでもいいですけど。でも、私生活も会社もジメジメします。さあ、そんな気を忘れてですね、今日はちょっとまた、ね、演奏したいと思いますが、じゃあ1曲目はじゃあ夏にふさわしい曲ですが、一年中やってます、ワンドお子さんだという曲をちょっとやってみたいです。暗いニュースが多いんですよね。富山で、ね、警官が刺されたり、その前は、ね、新幹線の炎で人が、ね、蹴られたり。最近どうも20歳前半のやつらが切れやすいということがうちの会社の話題になってですね。じゃあ60近いおっさんどうすればいいんだろうか。ほっといても死んでしまうかな。でもネット犯罪でこの前なんだっけ40代のね、なんかようわからんけど九州でしたっけ、ね、世の中が狂ってるね、世の中が間違っとるよね、クレイジーキャッチのことなんですよね。と、デカジョーナイトに来た人はもう人間の理性を忘れずに清く正しい男女交際という人生を送っていただきたいと思いますよね。
私あのこの2年ぐらいですね、やっぱりあの なんて言うんでしょう、人間不信になったわけじゃないんですけど、バンド活動をほとんどしてなくてですね、一人でこう何でもこなしてやるという、その売れない芸人 あの営業状態になっているんですね。今日もそのスタイルでお届けしたいと思うんでございますが、それではデューク・エリントンのバンドをお届けしたいと思います。シングルス What They Used To Be Ages Used To Be 放題がないです。ビッグバンドブルースでございますが、一人で
ね、本来であればベースとかドラムとかね、いたんですけど、みんないなくなって、そして誰もいなくなってという、まあそれは私が悪いんじゃなくて、それぞれの人の人生でもう音楽を今ちょっと やれない、仕事が忙しい、これ以上やると離婚されそうだとか、そういうそういうその精神的に弱いやつが音楽をやめてから、やっぱり音楽にこう情熱があればどんな困難があろうが、素人でもプロとか、プロはもうこれが何やねんですか、素人でも音楽を続けるにはそこに情熱をどれだけ傾けているか、簡単に音楽をやめるやつはやる資格がないんで、まだ偉そうだと思います。実際そうですよ、仕事が忙しいからできない、お前なんかやらないよ、爪を開けると弊害が出ますので、 YouTube でも全国で流れてますけどね、まあいいや、関係者が来れば分かることでございますよね。やっぱりそのなんでしょうね、皆さんそうでしょうけど、若い時に音楽を志してね、やっぱりアマチュアであろうが、あの続ける情熱を持ち続けるということが大事でございます、ね、情熱のない人生なんでね、つまんないもんね、もうただ単に会社に行って残業して給料もらって家に帰って風呂入って寝る、もう最低ですよね。ということをね言ってますけど、私も月に3回くらいライブやってますけど、ライブやらない日は今言った生活をやるわけでございますけど、ね、続いて暗くはないです。ボサノバ、マイナーのボサノバの曲を一曲をお届けしたいと思います。
つもは抱かない、あ、座ってなんですけど、はい、ちょっと皆さん、反応が鈍いようになります。僕は今日ちょっと久しぶりに、40年ぶりぐらいに昔の大田議員のテストやって、ちょっと立ってやってます。左のこの神経が今度は痛いなと、三極が限度でございます。ずっとこの中が空のアコース、あ、まあ、フルアコースですよね、エレキです。軽いギターで座ってやってたんですけどね、今日ちょっと見えはってこれでやろうと思ったら、だいぶ腰に来てですね、非常に、だいたい4キロぐらいあるんですよ、このギターがね。重すぎますよね。いいんでしょうけど、よくわかりません。私は素人ですけど、やっぱりさっき偉そうに若い時音楽をね、大人になっても情熱を持って続けなければいけないなんて偉そうなことを昔ましたからですね、体力の限界というのもございますから、ね、でも若い時と同じようにですね、ステージの上で飛び跳ねたりもできないわけなんですね。いろんなとこに白髪が生えたりですね、だってがね、朝痛いぐらいだった、朝、ね、痛いぐらいこう硬くなった時期とは今違います。もう皆さん変わることはないです。今日は未成年の方がいらっしゃるんです。昔私の知り合いが小学生がいっぱい見てるライブで下ネタを言って、そのお母さんにいやねと言われて、という時と場所をわきまえないバカがいますでしょう、ね、私の影響を受けて下ネタを言えばステージ全て受けるだろうという勘違いしたものがいてですね、厚みって言うんですけど、見てるか。20曲になってしまいました。最後までお付き合いしていただきます。声援バンドの皆さん、まだサポミンバンドは誰も来てない、ね、ノーバーでも一人です、ね、なるほど、俺も同じだ。はい、それでは残すところ120曲。
どうもありがとうございました。そろそろ限界に近づいてきたので、最後の121曲目をお届けしたいと思います。Thank you.